電子レンジを使って乾燥剤を作る試みです。お菓子や海苔の袋の中に入れられている乾燥剤は、遥か大昔の時代に海底に貝やサンゴが降り積もってできた石灰岩が原料です。その石灰岩は工場で高い温度の熱で焼かれて酸化カルシウム乾燥剤になります。貝殻は石灰岩と同じ炭酸カルシウムでできています。なので貝殻を熱すると乾燥剤ができます。できるだけ簡単な方法を考えていて、電子レンジで熱すれば貝殻も乾燥剤になるのではと実験を繰り返してみました。2017年に潮干狩りをしました。その時の貝殻を保管しておいて、今回の実験に使用します。ガラス工芸に使われる電子レンジキルンを使って貝殻を加熱してみます。少しずつ電子レンジの出力と加熱時間を伸ばしてみました。1000ワットで15分加熱まで条件を拡大して様子を見ましたが、加熱が十分ではありませんでした。小さい電子レンジキルンではどうなるのかを試してみます。1000ワットで15分の加熱をしてみましたが、これでも加熱が足りないようです。使用している電子レンジの出力は1000ワットです。これ以上条件を上げることはできません。また時間を延ばすのも非効率と思い、できるだけ効率よくできるように考えてみました。アサリやアカニシ、カキの貝殻を入れています。これで実験の手応えがなければ諦めるつもりでした。セラミックウールという断熱材があります。これで保温してみました。断熱した状態で電子レンジで加熱します。手で触れる状態になるまで約2時間放置しました。蓋を開けると真っ白に変化したカキの貝殻が見えます。今までの条件ではこの変化は見られませんでした。酸化カルシウム乾燥剤ができているようです。手で触っていますが、手が荒れてしまうので手袋を使った方が良いです。数年前の潮干狩りで取ってきたマテ貝の貝殻です。これでも実験をしてみます。かさばってしまうので適当に殻を割って投入します。電子レンジで1000ワット15分の加熱の後、
2時間放置しました。さて、乾燥剤ができているでしょうか。真っ白に変化して酸化カルシウムができているのがわかります。空気中の水分を吸収し始めるので、速やかに瓶に入れて保存します。非常に脆くなって、元の貝殻の硬さはありません。調子に乗って主に牡蠣の貝殻を入れて実験してみます。真っ白になっていないものもあります。牡蠣の貝殻のように大きく硬いものでは、加熱条件を拡大する必要があるようです。さて、今回の実験の目標は乾燥剤を作ることです。乾燥させる能力があるかどうかを実験してみます。大きさの違う2つの封筒を用意しました。小さい方に実験でできたものを入れて、破れにくいようにその小さい封筒を大きいものに入れます。そして乾燥野菜のタッパーウェアの中に入れます。これで湿度の変化を見ていきます。
あらかじめ湿度計を入れてあります。目盛りは 63% くらいを指しています。が経過しました。タッパーウェアの中では湿度が 40% まで下がっています。乾燥させる力があることが分かりました。焼いた貝殻は生石灰です。これを乾燥剤として使用した後は焼石灰になります。この焼石灰はもう一度焼けばまた再利用ができます。またこの焼石灰は家庭菜園などにも使えます。資源の有効利用とゴミの減量にもつながることでしょう。より環境に優しい生活を考えていきたいです。